まあ、全てにおいてですね、2001年宇宙の旅っていうのは、まあ、全てにおいてかっこよくてですね、まあ、予言的だったというふうによく言われ、僕もそう思うんですけども、まあ、そういうですね、2001年宇宙の旅にももちろんですね、意味っていうか、あのミスがあります。いくつかミスがあります。で、例えばそのミスっていうのは、まあ、よく言われるですね、宇宙食をストローで飲んでる時にストローの中の水位が下がるとか、そういう細かいツッコミじゃないですね。もっと本質的に、別にあの宇宙食ストローで液体入れなくてもよかったねっていうかですね、ちょうどそのあの当時の宇宙食っていうのは、宇宙で人間が物を食べて本当に飲み込めるかどうかっていうのがすごいなんかこう怪しかった時代なんですね。だからディスカバリー号の中では人工重力、いわゆる遠心あの力による疑似重力があるので、ボーマンとプールはですね、飯食ってるんですけどもですね、あのフロイド博士がですね、スペースシャトルで移動するシーンは無重力なのでですね、本当に食べれるかどうか分かんないので液体をこう吸うという描写になっているんですね。ただまあそれは後になんか人間普通に物が食べれるのが分かったと、今では宇宙ステーションの中でラーメン食べてるぐらいですから。あとまああの大きいのがですね、2001年の本当の2001年にはですね、あの途中であの宇宙船に出てくるパンナムはですね、もう倒産してないっていうですね、なかなかショッキングなミスがあるんですけども、ただ最大の計算違いっていうのはこういう細かいツッコミじゃなくてですね、ここだったんですね。これあの、月のクラビウス基地からですね、発進するムーンバスの中でフロイド博士とかがサンドイッチ食うシーンなんですけども、サンドイッチ食って、でその下はですね、ティコクレーターの中に入ってるシーン、これあの珍しいですね、あのスタジオショットですね、スタッフたちが写ってて宇宙服着た俳優さんが写ってますけども、ここなんですけども、宇宙服の色が銀色なんですよ。で、これはね、まあ、銀色なところに注目してほしいんですけども、これは撮影中にですね、あの進んでいたちょうどマーキュリー計画からジェミニ計画の宇宙計画に、まあ、移った頃、その時代の宇宙服を反映してるんですね。で、これがさっき持ってきた、うわどうなっとんだどうなっとんだって探してた G.I. ジョーの着ている服のですね、宇宙服のですね、フィギュアです。マーキュリーアストロノートって書いてるんですけども、分かりますか、完全にあの銀色なんですね。で、このマーキュリー計画からジェミニ計画の頃までの宇宙服っていうのはですね、本当に銀色だったんですね、実物も。なので、このフィギュア GI 上用のフィギュアもですね、完全に銀で作られてます。おそらく中の顔のイメージはですね、ミスター宇宙飛行士こと最も有名な宇宙飛行士のジョン・グレンではないかと思うんですけども、ところがですね、これが2001年宇宙の旅を公開された1968年になったらですね、もう変わっちゃって、これあのバズ・オルドリンっていうですね、あのトイ・ストーリーのバズ・ライトイヤーのモデルになった人なんですけども、その人が着ていた宇宙服のフィギュアです。で、これを見るとよいしょバリバリ言うね、分かる通りですね、あの白なんですね。バズ・オルドリン、あの装備とか一式丸々ついてるんですけども、こう真っ白なんですよ。で、この差がですね、あの実はミスっていうのかな、キューブリック実は宇宙服っていうのが銀色だというふうに思い込んでたんですけども、実際は白いと。じゃあなんでこんなことになったのかですね、ですね、これ宇宙のイメージが銀色から白にちょうど変わったのが、2001年宇宙の旅を作っている1964年から66、7年あたりの、まあ、大きな変化だったんですよ。で、それまで宇宙のイメージっていうのは銀色で、例えばそのハリウッド製の SF 映画でもですね、ロケットは必ず銀だったんです。ところが NASA をですね、実際に取材していたスタンリー・キューブリック監督はですね、ある日ロケットの色がですね、あの白に変わっていることに気がついたんですね。これですね、マーキュリーのカプセルを打ち上げるためのアトラスロケットです。銀色です。ところがジェミニ宇宙船を打ち上げるためのですね、タイタンロケットはですね、完全にこれ白なんですよね。まあ一部まだ銀が残ってるんですけど、こう銀色から白に変わってきたんですよ。で、まあ、これはあの塗料の性能が進んだと。いや、塗料の性能が進むって言っても、宇宙空間だったら塗料の分だけでも重いのが損なので、あの無地の銀で行こうと思ったんですけども、ところがですね、その宇宙船っていうのの構造、外側がですね、金属だけでなくて、例えば大気圏に突入するカプセルは裏の方が有材って言って溶ける材料だから、まあ
ポリエステルみたいなものを塗らなきゃいけないと。で表面もセラミックやらプラスチックやらいろんな複合材料で、まあ、宇宙空間から宇宙飛行士守ろうとしてるのですね。どうもそれまで考えてられていた銀色のステンレスもしくはアルミニウムの金属製の宇宙船っていうものから徐々に徐々に表面の一部プラスチックの方がいいんじゃないのかっていうふうな時代に変わりつつあった時代だから宇宙船の色がこう白になってたんですね。でこの未来とか宇宙のイメージが銀から白になるっていうのがかなり革新的で、びっくりしたキューブリックはですね、すでにかなりのミニチュアですね、宇宙船とか完成してたんですけど、それの色はやっぱり銀色だったんですよ。2001年宇宙のために登場するはずだった宇宙船っていうのは、その銀色のやつを全てもう塗り替えて、とりあえず真っ白に塗れというふうに言ったので、2001年宇宙のために出てくる宇宙船っていうのがもうほとんど白になってるんですよね。だからそういう理由でですね、宇宙船が白になっていたと。で同じ頃にですね、作られたテレビドラマのスタートレックでも宇宙船エンタープライズ号って真っ白なんですよ。でエンタープライズ号以前のテレビシリーズに出てくる宇宙船ロケットっていうのは大体銀なんですね。本当に銀なのがもう一夜にしてと言っても言っても大げさでないぐらいですね。その2001年を作ってる最中でスタートレックの企画が進んでる最中に真っ白になっちゃったんですね。でこれ何かっていうと、第二次大戦の頃の未来っていうのはイメージはその未来は鋼鉄でできている、スチールでできていると、つまり銀色が世界を征服するっていうイメージだったんですね。B29 もですねジュラルミンに輝いてますし、あとP51 ムスタング戦闘機ってですねアメリカを代表するような戦闘機、第二次大戦を勝利に導いた戦闘機もですね無塗装の銀色なんですよ。で、まあ今コメントでも流れたんですよ。そうなんですよ。ウルトラマンも体が銀色 でウルトラマンと一緒に戦う化学特装隊のジェットビートルも銀色でしょ。銀こそが未来、銀こそが宇宙を象徴するような色だったんですね。で、ところがですね、60年代に入ってプラスチックの時代がやってくると。で、話戻りますけどもですね、スタンリー・キューブリックはですね、これで宇宙服とかですね、宇宙船の色を大急ぎで修正したんですけども、ところが、この月面のシーンですね、このクラビウス基地のシーンはですね、かなり最初の方に撮っちゃったんですよ。で最初の方で撮っちゃったのでですね、間に合わずですね、これ撮影が冒頭のアフリカのシーンの次がもうこの月面のシーンだったんですね。もう撮ってしまったんですね。なのでまあ、こう修正できなかったと。あともう一つですね、まさかキューブリック本当にその60年代のうちに人類がアメリカに行けるとはちょっと信じてなかったそうです。なので本当は2001年宇宙の旅って冒頭20分ぐらい14、5人のですね、インタビュー映像が入るはずだった。その14、5人ってのはどんなメンバーかっていうと、まあ、天文学者、生物学者、あと宗教家、哲学者、世界中のその超一流の人たちにですね、インタビューで、語らせてるんですけど、それの内容が、嘘っぽく聞こえるかもわかりませんけども、月に行くことは可能ですとか、宇宙空間にこれから人類は行くことになるでしょうとかですね、宇宙には人間以外に生命がいるかもしれませんとか、宇宙にいる生命はひょっとしたら人間と同じぐらいか、ひょっとしたら人間を超えるぐらいの知性を持ってるかも分かりませんって。いや、そんなの当たり前だと今僕らは思うんですけど、ところが1960年代前半のアメリカ人にしても世界中の人にしても、それはまあおとぎ話の世界でしょぐらいだったんですね。なので20分にわたっていろんな人の超一流な学者さんとかですね、宗教家哲学者たちがなんかこうインタビューで答えてリアリティを与えないと2001年宇宙の旅という映画は成立しないと思ったんですね。ところがそのキューブリックが映画を作っている間にもですね、宇宙開発競争がどん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 激しくなってきて、人々は日常生活で宇宙のニュースを見るようになって、あ、この20分まるまるいらないわと思ってバッサリ切ることができたと同時に、自分が見せようとしている宇宙っていうのがまだ銀色でイメージが古くなりつつあると、これはやばいと思ってですね、スタンリー・キューブリックは宇宙服にしてもですね、あと宇宙船にしてもどんどん白またはプラスチックの殻に振っていったわけですね。